歌うぜ for you っていう曲と、おやすみっていう曲を聴いてください。
ありがとう。次はバラードでお休みっていうなかなか泣かせるんですが、これはリンダが10代の時に作ったのかな。なんでちょっともう60直前なんだけども、20代のだと思って聞いてください。目をつぶって。Me.